ったら夜食べるよ、うん、じゃあ、うん、残しておくものはカップルして残しておきます。オッケー、じゃあソース行くわ。私の名前は鈴村愛理、夫の達也とは半年前に籍を入れ、先月からこの家で新婚生活を送っている。はい、これ中にお弁当入ってるから。うん、ありがとう。あ、そうだ、そういやさ、町内会のキャンプどうすんの？俺、仕事で行けないんだけどさ。達也が行かないなら私も行かないよ。知り合いとかいないし。そっか、でもたまには近所付き合いしろよ。行ってきます。じゃあね、行ってらっしゃい。緊張する気合いか。私は緊張する気合いが苦手だというより。鈴村さん、おはようございます。素敵な朝ですね。この町内会長さんが苦手なんだ。今日も一段とお綺麗で。そんな。あ、そうだ、キャンプの件どうなりました？あ、それは、そうですか。いや、奥さんみたいな綺麗な人が参加したらみんな喜ぶと思うんですけどね。私は参加です。おお、残念だな。みんなと仲を組めるのにちょうどいい機会だと思ったんですけどね。すいません。まあ、気が変わったら教えてください。はい。あ、じゃあ私家事があるので。うん。あ、じゃあ失礼します。連絡待ってますよ。近所付き合いが好きだ、お前を心配してくれて言ってるんだろう。うん、そうかな。絶対そうだって。うん、てかさん、今日の肉じゃが美味しい。あ、ほんと？うん、なんかね、今日ね、スーパーでじゃがいもとか、人参とかお野菜すごく安くて、それで作った。うん、今日完璧で。ほんと？うん、めちゃくちゃ嬉しい。よかった。この時の私はまだあの男の恐ろしさに気づかずにいました。これね、この間旅行行った時のお土産。 ありがとうございます。ちょっと相談事があるんだけどさ、中でいいかな。あ、じゃあ、どうぞ。うん、じゃあ、これも借りよ。あ、鍵がなってる。じゃあ、お邪魔します。お元気ですか？はい、最近は仕事が忙しいみたいなんですよ。そうですか、それはいいことですね。すみません、私ちょっと着替えてきますね。大丈夫ですよ、どうせ抜かせるんだから。え、奥さん、話してください。やめてください。嫌だよ。いい顔してるね、奥さん。ちゃんと顔見せてくれよ。そんなの
だ。だからさ、おとなしくしててよ。出すようになった。ただいまー。おい、アリー、アリー、いないのか。なんだよ、同窓会で遅くなります。先に寝ててください。そんなこと言ってたか。まあしょうがないか。いやまさかこんなに雨降るなんてね。楽しいにしてたキャンプも台無しだな。でもほら、今夜はあれがあるから。毎年の楽しみだもんな。町内会長には感謝しなきゃ。そうそう、今年はほら、鈴村さんとこの奥さんか。鈴村さんとこか。いいね。いいね。楽しいな。本当。あれなんてどうでもいいよね。いいね。うん。楽しいんだよ。そうだよ。大事ね。よく降るなぁ。じゃあそろそろ落とし葉始めるか。私は雨が降るとあの頃のことを思い出すんです。
鈴木さん、おはようございます。素敵な朝ですね。そうですね、ご苦労様です。Just.